じゃあお先に失礼します。はい、お疲れ様です。本当にお先に失礼します。はい、放題始まりました。負けさんちゃんです。さあ今回ですね、カンタロウさんと川橋さんの坊主コンビ、はい、カンタロウは単に単に生えてこないね生えてはくるんだけどね、はい、なんですが、まあ、ちょっとね、カステラいただきまして、タワシさんからありがとうございます。はい、今日はタワシさんにですね、やっぱちょっと YouTube 始めたんで、ちゃんともう。ようやく。はい、きちんと、ちょっとやり方を。東大受験生、はい、東大受験系 YouTuber。33歳、はい、東大受験。受験生チャンネル。カステラいただきました。でもあのタイトルも、誕生日来ちゃったらまた変えなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。ダメなんですか、変えていこうと思って34。そういうこと。7月で34。いやだから、まあ、変えていこうって今年で終わり。だってメディアとかに取り上げられた時に、はい、変わっちゃってたら大変ですよ。あ、すごい、なんか夏みかんって。お、すごい、文明堂でも最近こういうのあるんですね。すごい、はい、カステラ1番電話2番3時のおやつは文明堂です。あ、懐かしいの。踊ってる CM とか知らないよね。知ってる、知ってる、知ってるね。俺あれ3歳の時毎日踊ってたんだよ。へ、カステラ1番電話2番3時のおやつは電話、そう、52年前かな。白黒ですか。白黒と、あの、俺らもう3歳の頃ってね、いわゆるラテラン。ラテランにカラーのカラー。あー、なるほど。この番組はカラーです。あー、カラーの。この番組はカラーですよっていうカラーの。昔で言う、今、最近で言うならステレ、あ、今全部ステレ放送か。あー、いや、そんなことない。何ですか？ S とか M があったように、カラーとものの。マークついてました ね、 すごい。このはどうでもいいんで、はい、今 4K とありがとうございます。テレビ10年間見てないんです。さあ、そうです。おお、すごい、カステラ。そんな、あ、もう切れてんの？切れてます。切れてないよ。切れさせたら大したもんね。知らない、知らない。ちゃんとやってください。知らない。今のお客がわからない。調子です。はい、どうぞ。どちらかというと有田なんで。どうぞ。私は有田さんの方だ。あ、いいよ、いいか。いい、カンちゃん食べなさいよ。いや、いいよ。はい。だって食べて美味しい。懐かしの。そうそうそう、はい、毎日踊ってた。ほんま。さあ、慣れた。さあ、そんな、YouTube なんですけど、まあ僕のね、英作文企画とかも出てるんですけど、はい、まずですね、投稿時間がめちゃくちゃ。すいません。いやいや、同じ時間じゃないですか。カンタロさんはまあ。何時？6時半。6時半で。やっぱ同じ時間にやってるんで、はい、みんなそれに見ようと思うんですけど、タワシさんの場合はむちゃくちゃなんで、はい、全然誰も見ない時間とかに上げてるんでやっぱでも結局あれなんじゃないですか、時間経って見てくれるみたいな風に思ってたんですけど、ダメです、はい、YouTube って初動がめちゃくちゃ大事なので。あ、そうなんですね。初動無視しちゃって投稿してるんで、はい、1時半とかに投稿しました。だから昼にね投稿しても誰も見ないから、その時間俺でも結構ね、あの、はい、俺6時半に毎朝上げてるのは一応レギュラーなんだけど、はい、時々イレギュラーなやつを上げるときはもう出来上がるとすぐで、何時でもいいからつい出してくるんです。もう適当な時間にポイント出してたまにその深夜のなんか、うん、酔っ払い配信みたいなのないですか。あ、それは、まあ、はい、最近はやってないんですけどね。そうそうそう、ちょっとアルコール中毒がひどくて、登録者どんどん減ってくるライブやるためには登録してるんだけど、それで今見てて結構いきなりその昼に上げたと思ったら、その次は夜の11時とかに上げてるんで、はい、いや、それダメです。あれってなんか予約とかしとけばいいんですか。そうです。なんかえ、もしかして全部そのまま上げてるんですか。公開で上げてるってことですか。公開で上げてます。ダメですよ。ちゃんとだってスケジュール公開予約って一番下にあるじゃん。あ、そうなんですか。それ俺でも知ってるよそうすると6時半に毎回上げておけたら毎回だから次の日予定あるからこの時上げれないな、だから今上げようみたいな風にあげてた公開予約ぐらいしろよ。それは俺だっているよそれで俺は最初からあ、もう全然知らなくて。だからダメ、せっかくだから昨日のね、はい、動画とか、まあ、まさにあの東大の入学式行ったなんてめちゃくちゃ伸びる動画なのに、はい、むちゃくちゃな時間に上げてるから、あ、一回ちょっと編集で不備があって、うん、上げたんですけど、上げ直ししてるんだ。上げ直ししちゃったから、はい、あ、上げ直ししたらすごい下がっちゃう。そのプライムタイムみたいなのあるんですか、やっぱり YouTube プライムタイム。はね、夕方6時7時ぐらいが一番伸びやすいらしいっていうのは聞いた。なるほど。俺はそれやってないけどね。だから6、7、まあ8時、9時、うん、このあたりですね。当然内容にもよるんですけど、どういう人に見てもらえるかによって合わせて。なんかこういう勉強してほしいみたいな内容だとやっぱ、カンタロウさんみたいに学生さんも見れる朝とかはいいっていう、うん。っていうふうにまあ俺も最初思ったんだけど、別に俺の6時半が果たしていいのかどうかっていうのはね。そうですね。で、やっぱり朝は初動が伸びにくいっていうのはありますね。うん、まあそんな見ないですもんね、 YouTube そうです、基本的には起きてないんで、ね、人は。
やっぱその時間帯に上げた方が6時ぐらいに定期的に予約するんですね。ただ6時多いんで、まあ、自分も含め教育系がかなり上げてるんで、あ、その朝の埋もれちゃう、違う違う、夜の6時多いんで、自分が出てるチャンネル3つ上がるから同じ時間それなんかねって思うんで、自分が3つのチャンネルで6時に上がるんで、そっか、そうそう、だからその辺も考えてやると、はい、気をつけます。あとだから何時半とかにすると、だからこの3チャンネル8時半にしてるんで、ただご飯食べる人がもうちょっと早く上げてほしいって言うんですよね、うん、ご飯食べながら、そう、一緒に食べながら見たいとか、ああ、なるほど、そういう事情があるんですね。だからもうちょっと早くしてくれると嬉しいですっていう。でも川下さんが言うように YouTube なんていつでも見られるからっていう気持ちも分かる。そう、それも非常に分かるんですけど、やっぱり習慣化させるっていうのが非常に重要なん でもちろんすごい YouTuber とかになるともうどうでもいいんで、そんなんいつ上げてもっていう人もいるけど、でもぴったりに変えてる人とかいますからね。今ヒカルとかは今同じ時間に変わりました。バラバラが良くないですね、とにかく。そうですね、やっぱ習慣化させるっていうのがかなり、さすがトップ YouTuber。 全然トップじゃないわ、めちゃめちゃ恥ずかしいわ今さすがだね。ノウハウをやっぱりノウハウでやってきたんで、ちゃんと僕はちょっと全く知らなかった人間だから、ね、全く知らずにもう才能だけでやってきた。I'm talented、 かっこいいっすね。タレント、タレントという受動体だからね。はい、タレント。まあ、どちらかというと形容詞化してますけど、はい。ああ。まあ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 ね、そう。それすごい、まあ、才能と、あと継続できる人だから。カンタロウさんは継続が強い。毎日ですか？うん。休み今のところもう1100日ぐらいだね。連続1100日。たまに代打が来たりとかもありますね。代打は息子に1回か2回。あと確かの昔たくさん。あのインフルエンザの時ね。はい。インフルエンザでもやってブラック企業なんで企業じゃないんだけどね、ブラック個人事業主なんで、これもちょっとどんなんのか、そうでもすごい、たくみさんとかにあの授業やってもらってもそれは一応イレギュラーとしてあの自分の本選はやってたんだけど、最近はもしも誰かが大学を仕事できやったらそのままそれもいいやっていう。ゆずの匂いがすごい。いやでも休みも必要ですからね、うん、コロナだから感じられないか。でじゃあ俺からの提言もいいですか。休みかんだってゆずとか言ったはいはいはい俺からの提言、たわしだってでしょ、東大受験来年するんでね、はい、これも前もちらっと言ったんだけど、ま、で YouTube チャンネルやるんでね、はい、一番もう実益を兼ねたいい方法は、はい、別に数学じゃなくていいから、日本史と世界史得意なんですよね。日本史と世界史の講義そのまま流しに、それが自分に一番定着するから。そうですね、もう まさに俺そう、うん、俺始めた頃なんて数学なんか今でもできないけど、いい始めた頃に比べたらはるかにできるようになったからね、うんうん、もう毎日それは毎日ずっとこうやって人に向かって説明してたらそれは覚えるよ。そうなんで自分の好きな得意な科目からでいいから、絶対にそのアウトプットで YouTube に流せば聞く方もまあ、ああなるほどねと思うし、自分に一番定着するから、うん、それは絶対やった方がいいと思いますよ。それカンタロウさんに多分前も言っていただいたんじゃないですか、うんうん、でなんか最近竹内先生の方が本出してて、うん、竹内先生の方、はい、一応僕があの解説するっていうのをようやくやり始めました。やりました、はい、もう上げた、上げてます、上げてます、上げてます、ごめん見てなくて、竹ちゃんからの挑戦状でやってます。そうですそうです、でも大事ですね、確かに自分で教えることによってその調べますからね。そう、はい、それ全科目やるといいんじゃないですかね。まあ全科目と言わないままでも、まあ、得意な日本史、世界史から始めて、うん、やっていきたいですね。実際やっていこうと思ってて、ただどういうふうにやろうかなっていうのはまああると思います。やっぱ自分自身もそんな英語得意じゃなかったですけど、やっぱ大学時代おい大していいね、おいどの口が言う、トイック逃げ出した確かにトンクルにしましょうか。さあ攻められると言わない、時間ないの行けば口、都合がよく、それで、はい、あとはモデレーター入れないと、あれはでも未だにだからそう分かんないだから勉強配信してるんですよ。あ、はい、勉強やってるところでもうだコメント欄があれに荒れちゃって、だから僕もねコメント応援コメントとかしようかなっていくんですけど、まあ、あんな荒れてる中に入りたくない。森田先生とか見てたら森田先生モデレーターにしちゃえばいいじゃん。なんで俺がモデレーターやんなきゃいけない何時間もやってるのに何時間もずっと見てる。ずっとじゃなくてもいいからたまに、だから別にだってあれモデレーターってやって指定するのはもう誰でもパン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 してできるから、で森田先生別にずっと監視しなくてもいいから、自分が見てる時に変なのがあったらそれどんどん消しちゃう。俺がモデレーターやるの、タワシさんのチャンネル。すっきりで。すげえ優しい。優しい。誰だってさ、2時間の配信ずっとつきっきりでモデレーターなんかやりたくないでしょ。でもそうそうそう、ファンはやってくれますから、ちゃんと。なんかファンの方に指定するみたいな。そうだから言えばいいんですよ、まず。モデレーターが何や、悪いことは書いて。やったことあります、俺で。間違えて、そのブロックするっていうのを間違えてモデレーターにするを押して、アンチをモデレーターにしたことがある。覚
散アンチ拡散マッチがモデレーサーになったことあるいいコメント消した消していくそういいコメント消してって悪いコメントだけ残っていくっていうねひどいやそんなことあるんですけどモデレーターいないですもんねあいるよあいるんですね、うん、いつもコメントくださる方あやっぱやってくださるんですね。いやいるやっぱやってくれますよ、うん、ファンの方はやってくれますんで。すごいな。だから田橋さんもモデレーターさん。俺モデレーターやってるよ。自分の。違う違う将棋チャンネルの。ええー、そうなの。っていうか単にあの出演してくれただけだから。別に将棋チャンネルだから別に悪口とかないから消したりはすることないけど、うん、ただ自分がコメントするとスパナマークがつくんで、あ、ちょっとした優越感。あはいはいはい。そうそうそうスパナのマークがつくんですよ、モデレーターです。あもうなるほど。モデレーターマークがあるんで。あちょっと、ね、僕立場上だよみたいな。でまあもちろんゲーム配信とかモデレーターと喧嘩が起こっちゃうとか結構あったりするんですけど。なるほどなるほどなるほど。そうなんだ。でもやっぱそれはまあ多分コメントしてはモデレーターさんですね。まあ普通はモデレーターさん。見てるだけで消したりとか。コメント管理だけで。でいわゆるだからゲーム配信って基本的には見てる人同士の会話をやめてくださいってなってるんですよ。そうすると荒れちゃうんで。だからやめてくださいってなったりとかモデレーターが消したりします。そういうの会話は結構いるじゃないですか。質問してこうこれどういうことですかとか質問して、はい、それで他の人が答えてあげるって善意でやったりするじゃないですか。でも大体荒れちゃうんですよそれやっていくと。まあコメント欄でもそうですもんね。大体こう言い合っちゃって。だから基本的には、うん、あの匿名の人たち汚いので基本的には揉めちゃいます。なんでモデレーターはやっぱ必要です、うん、だからクラブハウスとかやったことあります？俺最初なんか突然もっちゃんにやるとこうってやってその一回っきり。そう今なんかもう全部捨てられちゃったんでしょ、クラブハウス。そうなの？知らない。クラブハウスはもうあっという間にワコンだってなって。そうなんだ。1回しか早いですね。あんなすぐ先月くらいじゃないですか流行ってたの、うん、あ、だから1回もでも喋りのやつやったことないわ、はい、手挙げて喋ったことない。で僕だから日本のほぼ聞いたことないんですけど2つぐらいしか聞いたことないんですけどアメリカと韓国の聞くんですけどまあ丁寧ですね。やっぱ匿名じゃないとこんなに綺麗なんだな人だっていうぐらい。アメリカ人が喋る英語がこんなに丁寧なんだなと思って、すいませんけどみたいな自己紹介とかして、でなんかもうアメリカの方なんか聞いてて嫌になるぐらい前置きが長いです。だからすごい綺麗なこといっぱいブワーって喋るんで、バースデーパーティーみたいなの聞いたことありますけど、そのバースデーの人をずっとみんなが褒めてくみたいな、うん、それはちょっと逆にこれ本心じゃねえんじゃないのって思いながらも裏ではそういうなんか違うところでひどいかなんかやってんじゃないのって思っちゃうぐらい丁寧だったんで、やっぱ身元明かせってのがでかいんですね。そうでかいです。本当に匿名って汚いです、うん、カンタロウさんなんかすごいへこんじゃうんで。もうでも慣れてきたっていう。あ、もう慣れてきたんですね。まあそれでもやっぱりね、嫌なコメントとか見ればはいと思うけど、でも別にあまあね、言いたい人いっぱいいるよねって、全員に好かれるわけじゃないんで。そうそうそう、それは絶対ないですからね。だから田橋さんもモデレーターつけて、はい、ちょっと荒らしてる人いっぱいいるから。そんないるんですか？僕勉強してるんから。そう、勉強してるか見てないじゃないですか。自分のチャンネルの荒れ具合は分かんないですよ。なるほど。はい、だからなんかもう優しいなと思って、ちょたまにこう顔を上げると頑張れとかそういうとすごいよく見えちゃうんで。なんでどんなメガネ？色メガネになってるんで、うん、だからそういうのもやらなきゃいけないですね。あと困ってる収益とかだって、はい、これで暮らしていくんですよ。 YouTube で暮らしていくんですよ。じゃあそれこそじゃん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 毎日事業動画上げるんですよ。芸人辞めちゃいましたから、はい、知ってるそれは。このままのペースだともうだから暮らせない、暮らせないじゃないですか、はい、でしかも編集までしてもらってて、はい、あ、してもらってるんだ。そうです。とかやばい先輩に、はい、なんでちょっと本当にちゃんと考えてやんないと。あとはすぐに飽きちゃうんで、やっぱ視聴者って同じことやってると。田橋さんは飽きちゃうのかな、勉強は。ただいや多少はあるかもしれないですけど、ただ僕のチャンネル結構東大目指して勉強受験生やりながらやってて、うん、幅が超狭くなっちゃうとね、やることの、うん、ああなるほど。何やっていいかっていう、うんうん、ちょっと下手なことやると勉強しろって言われちゃうんで、うん、ああ、まあ、確かにその通りなんですけど、うん、やっぱ勉強に絡めてやっていくしかないですよね。その辺のことも考えて本当にすぐ飽きちゃうし、はい、なんか真面目に勉強動画上げると伸びないとかになるじゃないですか。そうですよね。ふざけてると勉強しろよって言う板挟みになっちゃいます。そうなんですよ。だから大変なんですよ。再生数を求めるか、それともで、あ、平均再生時間とかもちゃんとチェックした方がいいですよ。ああ、ありますよね。うん、この動画はなんか平均より長いですとか出ますよね。アナリティクス。だから、たとえ再生数がそんなになくても、長く見られていれば、間に広告入ってて、それで結局いいみたいなんです。ああ、だから僕はその授業チャンネルとかは再生数はないけど、再生時間が長いから、それも収益率はめちゃくちゃ高い。なるほど。10分超えた方がいいみたいな。8分ですよね。今8分なんですか。8分でミッドロールって間に挟めるっていうふうになってて、基本的にカンタロウさんはもう、30秒ごとぐらいに広告入ってて。めっちゃそんな全部だと俺聞かれます、
あ、機械なんですか。あ、だから勝手に入るじゃないですか。入りますね。結構入りますね。勝手に入れたまんまで、俺別に自分でどこに入れるとか操作してないから。あ、してないんだ。全く。それやるだけ収益率が変わりますよ。はい、じゃあします。します。じゃあ俺も教わりました。勘太郎先生も。勘、はい、先生って言っちゃいけないんだ。勘太郎さんも。はい。今何時俺も行かなくちゃいけない。そうだね。はい。それが。今。3時17分です。あ、じゃあそうですか。はい。じゃあお先に失礼します。はい。お疲れ様です。本当にお先に失礼します。はい。今ちゃんと映ったかな。映ったかな。多分音だけ聞こえたかもしれない。ドタドタ。お疲れ様でした。はい。マジありがとうございました。ありがとうございます。あ、本番ではあのいろいろ文句言ったけど、本当は感謝しています。ありがとうございます。森手先生はもう心の友です。心の友です。そこまでの距離感じゃあ。本当にありがとうございます。じゃあ感謝。ありがとうございます。はい。あ、言っちゃいけないと。なんだよそれ。カットし。さあ衝撃的だ衝撃衝撃的傘、はい、どうですか。雨降っていいですか。はい、あ、ここここここれか傘勝手カットしろよな。どこどこがカットされてどこが傘の先っちょが傘の先っちょでなんか怒ってる人話が過ぎ去っていったっす。はい、ミッドロールの位置とかで大事なんで、うん、ここに入れるとかって決めて、そうなんですね。全然ダメだな。そうなんですよ。そういうの実は決めなきゃいけなくて、はい、結構めんどくさいです。その辺も変なとこ入れちゃいけないと思って結構設定するんですけど、はい、うまくできない感じがしますね。うまく区切りを入れておくっていうのは大事です。カット変わるときに入れたりとか、そうそうそう、そういうときにやるっていうのは確かにな。基本は時間で入れてて、はい、この時に基本的に3分割するんですよまず、はいはい、でそのあたりで区切れば大丈夫かなっていう、そうテクニックですね。時間で最初区切るんですけど、だから本当はでももっと前半に入れるのがお金儲けるためにはいいんですよ。はい、だトップ YouTuber たちとか見てても最初の早い時間帯に1分何十秒とかに大体入ってるんですけど、なるほどなるほど。なんか僕はそんなすぐに入れられたら嫌なんで、はい、見てる側として確かに確かにこいつ入れすぎだよって思うとき思われちゃうかもしれない。なるんで、なんでなるべく前は3分に必ず入れてたんですよ。3分のところに大体入れてたんですけど、今は大体2分半あたりに入れるっていう風に。今動画短くしてるんで僕8分。あ、そうなんですね、うん、なんかあれ聞きたかったんですけど、ショーツっていうんですか。はいはい、はい、あれは何なんですか。よく分かってなくて。ショーツってあの1分以内のやつですね。それをやるメリットは何ですか。で TikTok みたいなやつなんですけど、はい、まだ日本でショーツがそんなに普及してないんですけど、まあ僕も今まさに今日からやり始めてるんですね、ショーツを。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあいいタイミングで今日からやり始めてるんですけど、はい、いわゆる TikTok ってあるじゃないですか、はい、TikTok ってこうやって自分でファーファーファーってやってれば勝手に現れるじゃないですか、はい、だからショーツはそれがついてるので、つまり勝手に現れるっていうのがある。あ、なんか出てますよね、こう YouTube。 まあ僕携帯なんですけど、携帯開くとなんか動画とかが出てくる、はい、上のところになんかショーツ、はい、ショーツってあるじゃないですか。 YouTube みたいな。そうです。だって出てない人もいると思うんですけど、僕も出てない側なんですけど、多分出てる人は出てると思うんですが、はい、勝手に出てくれるっていうのが、今までの YouTube っておすすめに出なかったらいけないとか、はい、あとは探さなきゃ出てこないっていうのに対して、ね、ショーツだったら TikTok と同じように勝手に出てきてくれるっていう可能性があるので、こういう感じでいっちゃう感じですか。そう、それで新しい人がこう、あ、やっぱそういうこと、見つかる可能性があるっていうので、それをやりたいんですよ YouTube 側も。 TikTok はあれですか、直接 YouTube には人をこうなんか流すことができない。あ、流すことはできますけど、はい、あのリンクがあってそこから流れる人もいます。で、有名な人たちはそれでかなり流れるんですけど、僕みたいなのは別に TikTok からそんな流れてこないんで。あ、そうなんですか。なんかその細かいワンポイント授業みたいな。そうそう、そういうのやって、はい、そもそもきちんと TikTok 用に僕作ってなかったんで、 YouTube の切り抜きだけ上げてたんで TikTok には、はいはいはい、やっぱダメなんですよね。ちゃんと TikTok 用のをやんなきゃいけなくて、僕も TikTok 始めたんですよ。あ、そうなんですか。実は1個しかまだ上げてないんですけど、でも確かにでも YouTube の切り抜きを上げただけですけど、それだとあんまうまくいかないので、荒れるような要素を入れたりすると伸びるんですけど。なるほど。若いですもんね多分見てると。そうそう、 TikTok だから荒れやすいですよ。全然 YouTube よりも荒れます。へ、簡単に荒れるんで。だから TikTok と今始めたんですけどね、ショーツ始めて、はい、でやってみてる感じで、どれだけ効果があるかまだ分かんないので、とか新規の視聴者を入れるっていう感じ。そういう面ではいい可能性がある、これから。そう、これからやるっていうのを、僕自身はそのさっき言ったクラブハウスのやつで、はい、アメリカ人のその YouTuber が100万以上いる YouTuber が、はい、どうやったら伸ばせるかみたいなのを話してるクラブハウスがあったんで、うん、それ聞いてた時に言ってました。あ、そういう情報もあるんですね。ショーツの使い方とか、ショーツがどうしていいかとかっていうのを話してたんで、あ、そうなんだって思って、はいはいはい、で今日からショーツ、今日からショーツ一回サブチャンネルで、ここで一回実験的にやったんですけど。あ、そうなんですね。どんな風になるかっていう、新規が増えたら
嬉しいですよね。やっぱそういうの使ってた方がいいですね。どうなるかですね。で見てるとショーツ見てると結構やっぱもう TikTok そのまま上げてる人ばっかり、それがかなり多いです。そうなんですね。 TikTok でバズった動画が山ほどショーツに無断転載されてます。じゃあちょっと無法地帯じゃないですか今ちょっとね良くないこれからそういうのを規制されていく可能性あります。無法地帯にちょっとなってる感がある。まあだから初めて、まあ、YouTube 自体もそうですけど違法アップロードって今でもいっぱいあるじゃないですか、はい、だから、うん、ショーツはさらに多いなっていう感じですね。なるほど。だから腹立たしいですよ、その違法アップロードでお金稼いでる人たち。あれは何ですか、最近そのひろゆきさんとかの切り抜きが話題でよく上がってくるじゃないですか。はい、あれどういう仕組みなんですか。切り抜きしている人たちからあれはひろゆきさんはお金もらってます。それって YouTube 関係なくなんか個人的に契約してるとか。そうですね。で上げていいですかって来ていいですよって言ってで折半するとかっていう。だその場合ただまあああいう風に長時間のライブとかやってる人だったらですね、うん、その中のいいとこだけ上げてって。あ、なるほどなるほど。だからあれまたすごいことを見つけ出したなっていうか、まあ切り抜きが増えたからそういう風なのが後からやろうと思ったわけです。だからもう全然ヒカキンなんかより再生数超えてますからひろゆきさん今すごい上がってきますもんね。めちゃめちゃ YouTube 上ひろゆきさんの切り抜きばっかりです。だからね僕らの年代からすれば闇の人間だったじゃないですかひろゆきさんってそれが何が起こるか分かんないなっていう、ねね、今一番顔を知られてる状態かもしれないですね。そうそうそう、下手したらものすごい悪者っていう感じでね有名だったのに、なんか全然変わりました。なんか若者のその若者も大好きですよね多分。そうそうそう、なんかやっぱり結局はやっぱ話し方なんですよね。あと予想外の答えが必ず返ってくるっていう、ね、確かに確かにおーって思いますもんね。それでやっぱもちろん専門の人が見るとはっていうところはいっぱいあったり、間違いもいっぱいあるんですけど、言い間違えとか、まあ、細かい名前とか間違ってるところがあるんですけど、まあ、一般の人は知らないですから、で自分の専門のとことかが出てくるとやっぱりうん違うぞっていうのはあるんですけど、あんだけなんかなんですかご意見版みたいな感じですもんね。もうそうですそうです、チャットでもうスーパーチャットとかで、そう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 ああいう風になって、大悟さんもそうなのか、今はちょっと大悟さんはまただから大さんもその東大のね博学を生かしてそういうのができるようになれば、僕だから圧倒的にこの喋りがね苦手なんで、でだから芸人も限界を感じたのはあるんですけど、圧倒的にそこは鍛えられんのかな。ご意見番になればね。ちょっとじゃあ募集してみるか一回。じゃあ田橋さんの悩み相談とか田橋さんへのなんか相談ちょっと一旦募集してみます。そしたら今度はい生放送で、はい、めちゃくちゃ薄い浅い回答ばっかりになるかもしれない。うお、さすが浅い企画もう違うんです。はい見てみてください。はい、ということで今回は田橋さん YouTube 活動やっていくぞ、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。